はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の複素数丸4をお送りします。でこれで4本目ですね、複素数が。でまあまた前回同様なんですが、ちょっと違うタイプの問題をポイントなしで問題でやっていきます。で今回も大きく分けて2つです。上と下ね。で小問がいっぱい入ってて全部で9問となってますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。でちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば今からね全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。ではいきましょう。でまずね、上の、5問ですよね。ここに関しては次の数の平方根を書こうという問題です。で平方根を求めようっていうのは中学校でやってるんだよね。特にこの2問は解ける、5番も解けるんだけど本当は。でまず1番、これ復習がてら聞いてください。平方根はいくつって聞かれたら、もうあるものをつければいい。で5の平方根を答えたかったら、その数にプラスマイナスルートをつけます。でプラスマイナスルート5、ルート5は直せないのでこれで終了です。もうそのまんまっていう。いいかな。で同じルールで9もいくと平方根答えなきゃいけないから、プラスマイナスルートをつけると9で、ルート9は直せるじゃんか。ルート9って3と同じなんで、だからプラスマイナス3となって、これで正解になります。いいね。これは中学校の復習です。思い出しておいてください。で次なんです。次はマイナス7の平方根、これ中学校ありませんでした。でこれどうやるかっていうと、全く同じルールで解きます。だからプラスマイナスルートをつければいい。でどうなるかっていうと、プラスマイナスルートマイナス7となります。ルール通り書けば。でここで親と思ってほしい。今までルートの中にマイナスってなかったんだよね。そう、出てこない。でも出てくるんです、ここから。でこのマイナス、ルートマイナス7、ルートの中にマイナスが入った時にどう直すかっていうのを覚えてください。じゃあいきますね。これどうなるか、プラスマイナスは変わらないです、そのまんま。でルートの中にマイナスが入ったら、まずこのマイナスを取ります。つまり7になる、普通に。ただし後ろに i がくっつくんです。だからプラスマイナスルート7i となります。だから覚えてほしいのは、今プラスマイナスついちゃってますけど、ルートマイナス7はルート 7i と同じなんです。これを覚えてほしい。いいね。で次いくよ。次もね、またマイナスです。マイナス16で平方根答えたいから、まずはプラスマイナスルートをつけて、プラスマイナスルートマイナスルート、噛んでる。プラスマイナスルートマイナス16だね。でルートの中にマイナスが入ったら、まずルートのマイナスを取ると。ただし後ろに i がつきます。i が出てくる感じだね。でこれ気をつけなきゃいけないのが、ルート16直すことができるので、これはプラスマイナス 4i ですね。ルート16が4だからね。これで OK となります。で最後はね、プラスです。プラスに戻ってるから、また中学校と同じようにやって、プラスマイナスルート12で、ルート12は直せるから、プラスマイナス2ルート3とね。こんな感じで解いてください。なので平方根答えようという問題が来たら、プラスマイナスルートをつけると。でルートの中にマイナスが入ったら、マイナスを消す代わりに i が出てくるんです、後ろに。i がくっつく感じだね。っていうのを覚えておきましょう。ではその知識を使って問題解いていきます。計算ですね、下はね。でまず6番から。でどうしようかな、また色交互に一応しようか。で次青からいこうか。でルートマイナス12、かけるルートマイナス3ですね、これは。でこれは先にルートマイナス12を直しましょう。俺はそういうのが好きなの で直すと、これね、マイナスがまず取ります。この消えるでしょ。その代わり i がくっつく。で一応かける書いとこうか。かける、こっちも同じ、ルートがなくなる、でも i が出てくる、マイナスだからね。ってなったら、あとはまずルート同士計算します。でこっち先に直してもいいんだけど、そんなで数でかくなんないからね、かけちゃおうか。ルート36で i が2つだから i の2乗です。でまだ幅があるから丁寧にいこうか。ルート3、ルート36っていうのは6です。だから 6i2乗で、忘れちゃいけないのは i の2乗、放置したら×食らいます。だから i の2乗はマイナス1なので、
マイナス6で、これで終了となります。ではじゃんじゃんいきましょう。次だね。で次はまずこっちだね。マイナスを取るよって、ただし i がつく。でかける、こっちはねそのまんまなんで、これ直しちゃおうか。2ルート2だね、ルート8は。でこれのままいってもいいけど、まあ直しちゃおうか。今度はルート18は3ルート2です。だから3ルート2 i かける2ルート2、まあちょっと遠回しだったかな、まあいいか。でルート同士掛け算すると、一応ちゃんと書くか。外と外なんで3、2が6で、ルートの中身かけるとルート4です。で i で、ルート4は2だよね。だから2を出てくると考えると、6に12、足しちゃダメだよ、掛け算だからね。で、12i となります。これは i2 乗じゃなくて i なので、これは OK です。ね、i2 乗以上はね、2乗以上は直さなきゃいけないんですけど、で、これで OK。で、次です。まあ、分数になってますけど、ここが問題だね。なので、まず下のルート3。そのまま行きましょう。で、こっちをルート2が出てくる。で、i はね、隣に書いちゃいましょう、この場合は。で、あとは有理化していきます、これを。で、普通に有理化ね、そのままできるので、上と下にルート3をかけると、下が3です。で、上はルート3かけると、ルート6になる。で、忘れずに i をかける。で、あと直すことないので、これで終了となります。で、最後、ちょっとね、厄介な問題が一つありますが、これもまず、ルートマイナス5、あそこを直してしまいましょう。なので、ちょっと幅取るから、左から攻めていい？ちょっとこっちね。で、ここをまず直すと、2マイナス、ここね、ルート5にして i が出てくる。で、上も同じ。2プラス、ルート5にして i が出てきます。で、これは、前回の動画だったっけな？その時にやった、まあ、有理化をイメージした感じで直していくと、じゃあここに書いちゃうよ。伸ばして、これの符号を変えたやつ、ここのね。それをかけてあげる、こうやって。で、もちろん、分子にも同じものをかける。で、分子はあれだね、こことここ一緒だったんで、2乗って書いた方がよかったね。で、あとは公式を使って解いていきます。ここちょっと丁寧にいこうね。計算ミスが出やすい、ここは。まず下、公式使うと、さ、左の2、2が4。で、右の2乗だよね。マイナス右の2乗。ルート5を2乗すると、5です。で、i が2つだから i の2乗。分の、で、上は、結局ね、さっき言ったように2プラス、ルート5 i の2乗なので、それも公式使うと、2、2が4でしょ。で、次が、こことことかける感じだから、プラス、4ルート5 i だね。で、ルート 5i の2乗なんで、プラス 5i の2乗となります。さあ、幅が足りないから、ここちょっと暗算でいっちゃおうかな、最後。待ってね。下に書いて、あ、入らない気がする。まあ、いいか。ちょっとちっちゃくなるよ、文字ごめんね。ここ、i の2乗、マイナス1なんで、プラス5になります、ここが。だから4たす5で、9になる。で、伸ばして、ここもそう。i の2乗、マイナス1なんで、マイナス5になる。で、マイナス5と4、くっつけると、マイナス1です。で、残ってる、4ルート 5i はこのまま変わらない。で、必ず答えるときは、なんとか、プラス、なんとか i と書いてほしいので、これをね、答えに適切な形に変えると、マイナス9分の1、これが入った。ちょっと待って、もうちょっと下いけた。で、あと右もギリいけそうだから、この辺から攻めてみるか。マイナス9分の1、はい、このぐらいだね。ちょっとごめん、9分の1でこっちプラス9分の4ルート5で i を横に書いて、こうなります。いいかな、まあ、こういう書き方を最後ね、答えはしてください。では、まあ今回はね、このルートの中にマイナスが入ってる時だね。これか。こっちか。これとかね。あとまあこういうパターンもそうですけど、まあそれのね、処理の仕方をぜひ覚えておきましょう。では、今回は高校数学数2の複素数丸4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。
で、あと1本だけ取ります、複素数。なのでね、もしよかったら次回の丸5の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。